ゆっくりがお送りする願音実況動画。なんとこのチャンネルも登録者が1000人を超えたらしいです。やったね。え、マジで？実況始めた頃は需要ゼロなんじゃね？とか、どうせすぐ飽きて終わんじゃね？とか、ツッコミのパツキンが足引っ張ってんじゃね？とか思ったけど。ちょっと最後のは完全にお前の偏見だろ。いやー、登録していただいた皆様には感謝ですよ。ご登録ありがとうございます。千人突破グレンラガン。ちょっと思いついたことを大声で言うのやめてもらえます？大声でさも面白いこと言ったみたいな空気にするのやめてもらえます？というわけで今回は1000人突破記念としてデラックス11連を両軍1回ずつ回すという合流、石油王並みの合流をしちゃいますから。引け70枚あるのにたった1回とか相変わらずみみっちいなと言ってるうちに、もう連邦の方でデジム教習とブルー1号の銀図出てんすけど、ブルー3号と夜しか通にはかすりもしないんすけど。まあまあ、デジム教習金図出たんだから悪くはないぞ。コスパ優秀って噂の期待だしな。だがやはり今のトレンドはブルー2号、3号と高コス支援。ここはジオン側にかけるっけない。スカジオンも40枚もあるじゃねえか。4月にぶっ壊れ期待が来るというジンクスがあるからね。仕方ないね。まああれ剣は去年の4月だったからな。ん？ブルー2号出たけど銀図か？ん？なんつうか、今回は一応当たり引いてんだけど微妙だな。強行偵察の銀も出てるけどな。まあまあ、銀図でもブルー2号が出たのだからオケじゃないですかね。銀図は内蔵バズ持てないけど優先ミサエスがなかなかに強いって話だから。特性ミサシュもいい感じなのですよ。まあどっちかっつうと二等サベが生きるコンカスの方がウプ主的には好みかな。何このビムシュフラグ。機体に特性が付加されました。特性は機体を開発するたびにランダムでつきます。ランダムでつきますじゃねえんだよ。おかしいでしょうが。順調にフラグ回収だったな。つうことでビムシュ銀図2号機の市場にタクラマカン砂漠へ出陣ですよ。まあ新機体だから結局は乗るんですけどね。今回の編成はやはりエグザムつながりで倉庫に眠ってた F 回を起用。まあこちらも銀図のミサシュなんすけどね。どうせだから青機体でまとめようと瓶作と青く塗ったマリンちゃんもぶち込んでみましたよ。だがマリン以外はコスト高めなんでラーメンタイムが心配だな。何を言うかマリサ。この実況動画をもう何年やってると思ってるのだね。まだ1年経ってねえけどな。高コス機体が多いなら死ななければいいだけのこと。そのくらいはウプ主も心得ているのですよ。もうお前の自信満々の言葉が前振りにしか聞こえない。むしろゴリゴリに前振りして美味しくしてやろうという浅はかな悪知恵が哀れに思えてくるな。受け狙いのラーメンタイムも計算しつつ、まずはブルー2号で X から出発。もう完全にぶっちゃけて方向に切り替えてきやがったな。ブルー2号と言ったらやはりこの2段エグザム。1段目は発動時間が無制限というまさにエグザム使い放題。家族とまとめて申し込むとさらにお得。これスマホの話じゃねえから、ただし効果は威力 6%、速度 4%、ブーチャ 10% 浮くと控えめ。まあ機体性能は1段エグザムでコスト相応だけど、武器威力が高くなるのはいいよね。しかしエグザムを発動すると緊急起動ができなくなるんで注意。もちろん自分でエグザムを止めることもできないぞ。近くに支援がいないと拠点ポットまで歩いて帰るしかないよね。今回武装の方はミサエスに改良サーベル、そしてビムシュなんでファフを装備。FA ビームライフルはかなり重いんで積載は死んでます。定番は軽くて高威力な3マシ F だな。まあ特性無視でマシでも良さげだし、ビーム FA も悪くないよね。おっとここでアレックスに遭遇。ここはOEエグザムで仕留めるっけない。1段エグザムの状態でアクションボタンを長押しするとリミッターを外した2段目が発動。しかしゲルググさんがアレックス
スを仕留めて2段エグザム無駄遣いの予感。2段目を発動すると威力 30%、速度 20%、ブーチャ 50% 浮くと飛躍的に性能が上がるが、60秒後には戦闘不能に。こうなったらもう拠点3に突っ込んで一人でも多く道連れにしてやんのぜ。だがあれの盾壊しただけで終わったな。エグザムの仇はエグザムで取る。お次は1回で1からリスポンだ。1踏みに来た敵を討伐と思ったらすでに片付いた模様。ではこのまま前線に移動ですよ。今回はミサイル N2 ヒート剣の王式を装備。ほう、王式は軽量型に当たる一番軽い剣だな。それでも威力は無強化で4000あるんで D 格の威力も十分。動作も N や T 式と同じで、さらに隙が少ないんで統合整備後は王式が主流かな？威力なら T 式、軽さなら王式ってところか。ではそろそろ2拠点周りの前線に到着かな？おおお、みんな激しくやっとるじゃないですか。では高いところから安定のミサイルばらまきタイムですよ。下降りて格闘ブンブンは？一回といえば自慢の二刀 D 角ぐるぐるでバリバリかっこしごの肉弾ガチムチファイトでしょうが。黙らっしゃい。そんなイメージだけの戦略に騙されるゆっくりではないのですよ。もともとミサイルはこういう高台から安全に、簡単に敵を狙える遠距離武器。つまりこのイフリート界も遠距離戦を想定して作られたモバイルスーツじゃないんですかね。どう見ても腰の2本の剣がメイン武器だろ。あとモバイルじゃなくてモビルスーツな。そんなことよりもっとミサイルに最適なスポットへ。と思ったらこんなところにピザ職人とは。結局格闘もエグザムもなしで終わってるとか。せめてもうちょい格闘機らしい見せ場作らないと動画が盛り上がらないんじゃないですかね。ぐぬぬー、正論。正論でガッチガチ理論武装弾丸論破逆転裁判デカ盛り戦乱神楽のやつだな。デカ盛り戦乱神楽は全然違うな。美少女ハオパークッキングバトルの要素は1ミリもなかっただろ。いい加減にしろ。マーベラスの宣伝はこの辺にして、マリンちゃんで地下通路から A を目指すも当然のごとく出口で連邦が待ち伏せですよ。さすがにこれは拠点までは無理じゃね。だが抵抗好きでこっから引き返すってのもいかがなもんか。ここはロケ種50撃バズ F の威力を見せつけてやんのですよ。近づいたところをいただきだ。だがアシスとどまりだったな。だがまだ敵はいくらでもいるのですよ。ロケ種だから一応万バズですからね。まあギリ1万超えてるくらいだから低バランスの相手しかダウン取れないけどな。だが空中の相手なら問題ない。残念、こけさせたけど着発クラッカーにやられたな。ぐぬぬ。キル取れなかったか無念。では貧弱かなと思ったけど、ここで味方戦艦が C 拠点に向かってる模様。ではちょこっとカット。戦艦搭乗員が降り始めるタイミングで C 突出発。待ってろ C 拠点。この2.2 秒チャージウィダーインバ10カを速攻補給してやんからな。速攻しんどるな。ちょっとなんなんすかね。320コスト機体が戦艦から降りただけで速攻やらるるとか。こんな理不尽な話が消費税 8% の国でありえるんすかね。消費税が何パーでもあんだけ防衛いればやられても不思議じゃねえけどな。つうわけでパジム兄貴で2拠点からリスポーン。おっと P ちゃんを馬飛したんじゃないですかね。はは、見たかパワードジムのパワーを。パワーこそパワーなのですよ。パワパワうっさいんすけどね。実況パワフルプロ野球2014。また適当なボケ放り込んできたな。20年分のファンの声でできました。路角背後倒したな。ちょっと敷ジムが、敷ジムツンツンがパジムを狙っているのですよ。誰か、誰か助けてください。デカ中華よ。ナハト3ブンブンアザッス。だがもう盾も壊れてバズも一発のみ。これは A とついくっきゃなかろうなのですよ。あ、でも砲台削った方がいいかな？どうかな？どっちにしろもう壊れるけどな。
でもまあ砲台を削る仕事はしたからね。支援張り付いてリペアしとるな。ねえ。まあ、路角はねえ。おまけみたいなもんだから。でハマリンちゃんで今度は右から回り込んでAを目指すのですよ。味方もかなりはいて前線をしてるようだな。今度はまっすぐ拠点目指せばいけるんじゃないか？ははは、このマリンちゃんに任せておきなさい。陸でも十分できるってことを連邦の皆さんに回覧板でお知らせしてやるのですよ。今実際にやってみせるんだよ。ついたてに隠れつつマンバス、そして三点増し、エースに見つかったんで反対から出て馬術家だ。いいぞいいぞ、テイコスキとしては十分すぎるくらいの働きじゃないの。ではこのままブルーで出撃。店長エグザム入ります。どこのバイトだよ。待ってろ A 拠点。今からこの青木運命、ブルーです。テニーさんが穴あき包丁の訪問実演販売にお邪魔しますからね。お売りセールスはご遠慮ください。じゃあエグザムマシマシで。こんなの絶対食べきれないじゃないですかやだー。優先ミサイルで牽制しながら防衛を排除排除。ここは慎重に様子見しながら、隙があったらこの穴あき包丁を軽く振るだけ。わあ、すごい切れ味。今ならこの全自動ビームライフルもついてお買い得ですよ。絶対欲しい。この放送から30分以内にお電話ください。お電話が繋がりにくい場合はしばらく経ってからおかけ直しくださいね。このボケいつまで続くんすかね。やめ時がわからなかったんで、じゃあこの辺で。先ほどの一斉攻撃で A 拠点が落ちたようなんで3拠点の防衛にリスポーン。では再びジオン切手のミサイラー。イフ会の勇姿をしばしご覧に入れよう。ミサイラーと思ってんのはお前だけだけどな。つうかミサイル撃つにしてもエグザム使った方がいいんじゃね？まあわかっちゃいるけど、いつものエリクサー症候群が発病しちゃってね。ついつい使いそびれちゃうんだよね。これが、おいちょっと今後ろからネットガン撃ったの誰だ。犯人が名乗り出るまで先生授業始めないぞ。先生もう一回組やられてます。じゃあしょうがないな。ジム頭、後で職員しつこい。つうことでマリンちゃんで再び拠点三へ。そこの岩陰にいるのはわかっているのですよ。バズひるみからの格闘とはやるではないか。今のは綺麗にバズ格決められたな。ウプ主もああいうのやりたいんだよね。バズ打ったら格闘に切り替える癖をつけとかんとな。そしてここでついに禁断のラーメンタイム発動ですよ。ちょっと美味しいと思っとるなこいつ。てなわけでベビースターラーメン食べながら貧作のクール待ちですよ。ベビースターラーメンは置いといて、まあ実際にラーメン食えるほど待つことはほぼないからな。どうやら味方戦艦が出てるみたいなんで突待機でちょうどよかったかな。じゃ戦艦突までカットな。貧作のクールも開けて戦艦も良きところに来たんでこうか。待ってろ B 拠点。この 2.2 秒バズーカを速攻ラッスンを狙いしてやんからな。それ 8.5 秒バズーカな。トンネル内でさっきの敷ジムに再び遭遇。今度はマゼラで仕留めるも後ろから防衛が来て、今回も貧作ちゃん拠点手前で即終了。しかし今回は貧作何にもできなかったな。そして安定のベビースタードでかいラーメンタイム。焼きそばもあるよ。我々はおやつカンパニーさんの商品が大好きです。はいマリサオッケーです。今の私には罪悪感しかないけどな。この後はマリンで水路から突るも失敗。まあネズミは失敗してなんぼだからな。残り2分でブルー2号機で中央まで来てエグザム一段発動。どうやら戦況的にはジオンがかなり有利だな。では適当にキルデス戦でもしてようか。ここはドムトロさんに稼いですよ。Sミサダウンからのファフでとどめ、ビームライフルもなかなかにいいんじゃないか。3マシみたいに連打しなくていいから楽だよね。こういうとこで一旦補給に帰りたいけど、エグザムしちゃってるとできないから不便なのですよ。おっと謎のジム登場。
ミサもあっさりかわされまくリングですよ。バズでこかされて即終了だったな。グレランってことはカンジムか。しかし久々に見たな。カンジム。カラーリングも変わってたから全然わからなかったのですよ。残り1分で敵戦艦が来てるので Z 防衛兵。どうやら戦艦は落ちたみたいだな。では最後に1回のエグザムもお披露目。1回の方は威力 20%、速度 10%、ブーチャ 30% アップで、60秒で終了もオバヒ状態になるだけでその後も戦える仕様だな。どうやら突組は片付いたみたいだけど、ハヤトが前に出てきたようだね。ではここは終了までエースしゃぶりタイムの発動ですよね。まあいいじゃないっすかね。つうことでエグザムミサイルで出発リーコとエースガンタンさんをしゃぶり放題なのですよ。さらに風車でめった切り。キャタピラーだ。キャタピラーを狙え。キャタピラーがやられましたと言わせるのだ。エースのガンタンクがキャタピラーが弱点とかいうことはありません。あくまで個人の感想です。くっそー。キャタピラーを仕留め損ねたか。まあ何事もなくジオン勝利で終わったな。おお、なんとか S ランク入り。やはりキャタピラーを叩いて正解だったのですよ。ガンタンクな。現在は特にイベないんで通常運転です。極地イベとは何だったのか。つうわけで皆さんお疲れ様でした。今回は結構長くなっちまったな。まあ前回が短かったからちょうどいいんじゃないすかね。はじめの画車の下りもあったしね。ブルー2号は結構癖があるけどなかなかに楽しい機体じゃないでしょうか。サーベルの D 室改良型は三段格闘だし。キンズだと内蔵バズもあるんで、武装によって結構違った戦闘ができそうだな。来週は新 GP ガシャが来る模様。ガンチャの重武装が強いらしいな。さらに進路各機、低コスト機のみ可能な限定戦イベもあり、低コス機も用意しとかんとな。といったところでまた次回。